大阪市立平野中学校は大阪府大阪市平野区にある公立中学校。学生改革と同時に設置された平野区平野地区の一部を校区とする。生徒数の増加に伴って1978年には大阪市立平野北中学校を分離開校させている。1947年に大阪市立東住吉第二中学校として開校した。 開校当初は、大阪市立平野小学校、大阪市立育和小学校の2小学校を校区とし、両小学校に仮校舎を設置した。育和小学校校区関係者は、新生中学校の校区について、くわず小学校、北田編小学校の校区と同じ中学校にして、欲しいという希望があった。しかし当時の警察署の管轄に合わせる形で、 平野警察署管内の平野、幾数校区で、東住吉第二中学校、田辺警察署管内の区津、ず、北田辺校区で、東住吉第四中学校を、それぞれ設置することになった。大阪市立中学校では、1947年の新生中学校発足直後には、暫定的に行政区名番号の歌唱が用いられ、 将来的には地名などを取り入れた正式な校名へと変更するとした。1949年に市内の中学校で一斉に正式な校名に変更することになり、大阪市立平野中学校へ改称している。1963年には地域住民の要望により、幾く数小学校校区を東住吉中学校校区へと変更した。 また、生徒数の増加により1978年には大阪市立平野北中学校を分離している。ありがとうございます。